40時間の医療通訳の勉強が始まりました。で、これはまあ、ロールプレイですね。アメリカのお医者さんと、まあ、患者さん、英語じゃないというと、まあスペイン語だか日本語だかちょっとまあわからないですけども、で採尿するときに、まあ、看護師、男の看護師ですよねって、まあ男性同士、まあ、ブラザーって男の人ですよね、まあ、まあ女性の看護師だと恥ずかしいってことですね。まあまあもし私がこの男性だったら、この病院で一番美しい看護師さん、女性看護師さんお願いしますって私だったら言いますかね。あ、でもそんな余計なこと言ったらぶっ飛ばされますかね。はい、では失礼します。